はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、アポカリプス攻略していこうと思います。ベストは1手目でフレンド枠の弁財天をできなかったんですけど、属性効果アップエリアっていうのかな、薄い四角で、白い四角で囲まれた部分に持っていければベストです。このエリア内にいると友情コンボの威力が15倍かな、だから属性の攻撃に関しては威力が15倍になるんで、まあ、簡単に言うと信じられない火力が出ますと。途中からでも乗るんで、これで多分このフォーミングには火力アップが乗ってます。うん、今見たまんまですね。とんでもない火力です。で、とりあえず、ロボットさえ倒しちゃえば白箱はないんで、まあ、SS 貯めるもよし、チャチャカクリアするもよしで。今回はチャチャカ行きましょう。で、キスキルはアンチブロック持ってないんですけど、なんかね、やっぱ、死んだ時の回復ができるんで、非常に便利なんでね、そこが。今回お試しで連れてきてます。運枠はヘカトンケールとティグノスがいいと思うんですけど、私的にはティグノスの方が好きなんで、ティグノスを今回使ってますと。そういう感じです。ステージ2。で、これね、シールドを壊すとホーリーウォール出るんで、壊せれば1手目で。壊しとくと、後が楽です。楽ですし、まあ、自分はね、対射点、弁財天か。弁財天使ってるんで、このホーミングをね、食われないっていうのがでかいんで、ホーミングを出すっていうためにも、倒しといた方が楽です。で、弁財天はこれ自分でドレインで回復もできるんで、そこもね、いい点の一個ですね。もう下げていきます。これで火力アップ状態のホーミングなんで、ものすごい効きます。はい、突破で。ここも上からですね。雑魚処理終わってからやりましょう。雑魚処理は大事。で、雑魚処理してなおかつこうやって、エリア内に置いておけると一番ベストです。やっぱシールドが多いとね、やっぱホーミング結構食われますね。壊しながら行きましょう。あまりシールドブレイカー、ビットンブレイカーのシールドバージョン、あれ連れてくるのもありかなと思ってます。はい、ホーミングが出ると。これでとんでも火力のホーミングと、半分ぐらいシールドに食われてなおかつこの火力なんで、ここはまだ SS 使わずに行きましょう。最悪次の弁財天は使います。で、ティグノスが死んでるんで回復させますと。はい、ものすごい回復量、 HP 全開です。非常に強い。スキルのプラズマも砲撃型で属性効果乗るんで、だいぶ削れますね。ただね、アンチワープ持ってないとうまく使えないんで、ここカムイとかでやってる方もいましたね。カムイで引っ張るのはありです。直殴り。場所さえ良ければ別に削れますから。はい、突破で。ここがですね、ビゼラーの進化前をしっかり処理しとかないと、エンドレス回復されるんで、決めれば45度で決めていきましょう。同じく、シールド壊すとホーリーウォール展開なんで、やっとかないと後がめんどくさいです。いい感じに、あ、出てるけど決まんないね。決まんないときは、決まんないときは削っときましょう。少しでも。あ、OKOK。まあまあ削ってくれた。
で、左のリテラ残しておくとめんどくさいんで、ここで SS 使って突破ですね。この弁財でみたいな軽い SS はもうどんどん使っちゃっていいと思います。使わない方がもったいないです。まあ、8ターンだしね。はい、削れる。まあ、弁財ってありきのね、編成ですけど。普通に戦っても強い。はい、これで突破で。これでボスかな？すいませんでした。ボスじゃなかった。ボスだと思ってた。あー、これか。ここもシールドから壊しましょう。シールド壊してもらうと本当にめんどくさい。このフォーミング食われるのがでかいんで。あとは処理していきましょう。しっかりと。処理しきれなかった。ワンパンでいけますね。これはね、多分ブロックダメなんで、弁財天の回復があったら SS でいきましょう。弁財天回復しないし。改めてこれ回復で。あとはもう弁財天をエリアに置いて友情コンボ発動させればそれでだいぶ削れます。これ属性アップ乗ってますね。 SS 使わずに行きますね。ここは左下のワープに出ることを信じて行きましょう。出た。これプラズマですね。プラズマが削ったけど、あ、倒した。はい、改めまして、これでボスですね。なんか、スキル強いね。回復が使えるのはすごく強い。これ、ビゼラ処理ですね、位置的に。最近の爆裂によくあるんですけど、場所取りで頑張ってやるよりも、今いる位置で倒せるものをしっかり倒していくと、攻略がしやすいです。ここは、どうしようかな。シールド壊そう。これでホーリーウォール貼れたんで最悪死んでも回復できますと。プラズマを引っ張ります。あー、ロボ倒しきれなかった。ただここで火力アップ状態で、おっと、キスキルが死んだ。キスキルが死ぬとは思わなかったな。キスキルが死んだか。シールド、あ、壊れた。壊れれば回復できる。あ、結構やられてるな。キスキル回復させて、弁財天で引っ張って抜けていきましょう。そろそろ抜けないとまずいしね。これで抜けれるかな。あー、ビゼラーも処理してほしい。ビゼラーも処理してほしかった。ビゼラー処理しないとね、ボスの HP エンドレス回復されるんで、それがちょっと嫌ですね。やっとし、これでやっとボスを削れる状態に入りました。ですね。これで引っ張れるかな？あ、乗らないか。乗らない。
乗らない。最後まで乗らない。ちょっとまずいな。通常の攻撃で削りきれないからな。どうするべきかな。プラズマ引っ張りつついきましょう。やべ、ゲージミスった。ゲージミスった。ゲージをミスってしまったが、おかげで稼げた。残り3ターンですね。フォーミング。削れない。それで決まってくれ。決まったかな？はい、ギリッギリですけどね。とりあえず突破、ボス2、ボス3で終わりなんで、まあ、ティグナスの SS は貯めたいね、もう一回。ここは、ここもね、上下になってるんで、はまれないか。ティアマトがね、電線切り打ってくるんで、電線切り食らっちゃうとね、弁財天2人積んでるんで、それがでかいんですよね。だから、最速で処理していきましょう。ゲージ外すか。ゲージ外してプラズマで。おっと、上にはまってしまう。はまっちゃったね。しかも処理できない。やばい。電線切りをモロに食らう。全滅。マジか。上にまとめといて、あー、そっち行っちゃったか。ドレインで回復したのかな、今のは。あ、違うか、ホーリーウォールか。このキスキルである程度進まないと負けますね、これ。さあ、どうするか。いや、処理できないか。いや、まずいぞ、これ。しかも SS を撃とうと思ったらティグの方も死んだ。これちょっとやばいですね、本格的に。やられていく、やられていく。キスキルを配置することしかできないんで。あー、しかも配置取れた。この弁財である程度削らないと負ける。いやー、やめてー。ティグノスが死にっぱなしだよ。なんとかホーミングで削ったけど。まずいね。このキスキルで進んでくれ。いや、アップね、ギリギリだ。なんとかラストゲージまで来たけど、結構グダってるな。ラストゲージはビゼラを倒すとホーリーウォール展開です。場所はいいよね、これ。抜けたか。
まあ、抜けたけどある程度削ってくれたからよしとしましょう。ティグノスは少し弁財下げて属性効果乗らない、属性効果乗らない、倒しきれない。このビデルも案外硬いんでね、しっかり叩いていきましょう。これでやっと処理できるっていうね。ビゼラ硬いわ。で、右下ビゼラ。順序よく。あとここまで来たらもうボス削るだけなんで、彼女に怒りモードとかないんで、そうですね。とりあえず、キスキルが乗ってるんで、キスキルいい感じに引っ張って、行きましょう。あれ？引っ張れてない。引っ張れなかった。マジか。引っ張れなかったけど、悪くない位置につけてるから、よしとしましょう。今度こそ。あ、ダメ入ったね。2700万ってどういうことやね。すげえ。これ上に出ること信じるしかないです。うわぁ、マジかー。上出ろ。OK。はい、ここはもう安牌で回復させていきます。というわけで、これで、勝利です。一応ね、さっきの降臨時間内に一回倒したんですけど、それ以来負けっぱなしで、最後の一回潜ったやつでやっと勝てました。キスキルすごい安定するね。これ多分ベストメンバーに近いんじゃないかな。あとはね、属性効果が乗った運枠の方が、斬撃には運枠、あ？斬撃には属性効果が乗らないんで、ティグノスは別に変えてもいいかなって気がします。ヘカトンケイルでやってみても、まあ、場所取りにはやりやすかったんで、この味方をずらすって意味で。それも悪くないかなと思います。いや、まあ、弁財天が強すぎるっていうのがあるかな。うん、弁財天様様。ありがとうございました。うわー、間違い、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。バイバイ。どうも。